沖縄県の北大東島に、防衛省が、航空自衛隊の移動式3次元レーダーの配備計画を進めているそうです。今回は、北大東村へのレーダー配備計画の情報を入手したので、それについて見ていきたいと思います。大東諸島の北大東島は、沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にあります。そこに、空自の航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーの配備計画を防衛省が検討していることが公表されました。防衛省は、2024年6月27日に北大東村側に、正式に計画を説明し、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたと報じられました。木原防衛省は、6月25日の記者会見で、北大東村に、航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に、近年、我が国周辺の海空域で、ロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している状況で、太平洋側の警戒監視体制強化は、喫緊の課題との認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であると述べました。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が、1992年、平成4年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー J-TPS-102 と思われます。この J-TPS-102 には、シリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナが採用され、監視装置、中継装置、統制装置で構成されているそうです。この全方位、行革電子操作方式レーダーによって、従来の移動レーダーより目標の捕捉及び追尾能力、さらには、対電子対策 ECCM 性が大幅に向上したということです。また、航空自衛隊の防空識管制システムである、自動警戒管制組織 WATS との自動連接が可能で、悪天候の影響を受けにくい構造とみられ、さらに発射する電波には、人体への影響はないと確認されているのです。空自では、この J-TPS-102 を、北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第1移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第2移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第3移動警戒隊の3カ所に配備しています。その他には、沖縄県の那覇基地に、南西航空警戒管制団第4移動警戒隊、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分遣班に配備しているので、北大東島へ配備されれば、国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備になる計算です。2024年6月現在、大東諸島内には自衛隊施設はありません。そのため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部の村有地を約8ヘクタールほど取得し、隊舎や火薬庫の整備を検討しているとされ、移動式警戒管制レーダーの配備に伴って、自衛隊員約30人が常駐する予定と言われています。北大東島は、住民が住む南大東島及び無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに、大東諸島と呼ばれる島嶼群を形成しています。約100万年前から20万年前に、珊瑚礁の数回の隆起によって形成され、その珊瑚礁の厚みは数百メートルから数千メートルとも言われます。それぞれの島には鍾乳洞が点在し、地質学的に見て、中国大陸や日本列島とは一度も繋がったことがないので、多くの固有生物が生息し、ザトウクジラの越冬地としても知られているのです。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島鳥獣保護区気象鳥獣生息地に指定され、面積は4251ヘクタール、特別保護地区は234ヘクタールです。指定の理由は、2島が、大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有亜種の生息地であること、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっているからです。貴重な、自然の残る島と言えましょう。一番大きい南大東島の面積は、約 30.6 平方キロメートルで、人口は約1300人。移動式レーダーが配置される北大東島は、約 12.7 一方キロメートルで、人口約600人ほどですから、
30人以上の自衛隊員が常駐すれば、北大東島にとって、過去にない人口増加になるでしょう。2013年10月現在、日本本土からも沖縄本島からも遠く離れている大東諸島には、南大東島、北大東島それぞれに、県立病院附属診療所と村立の歯科診療所はありますが、診療所では、治療が難しい重症患者が発生した場合、沖縄本島に急患輸送を行うことになっているそうです。大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのスケジュールに間に合えば、この機体に常時一席確保してある村長席を利用して搬送できるそうです。しかし、それ以外の場合、県知事を通じて、沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター隊那覇飛行場駐屯に災害派遣要請を行い、LR2 連絡偵察機もしくは UH-60JA ヘリコプターを沖縄本島から派遣して緊急搬送ということになるのです。そのため、搬送にはかなりの時間がかかっていました。しかし、移動警戒隊が配備されればヘリコプターが常駐するので、緊急搬送の時間を半分以下に短縮可能とみられるので、北大東村議会は、2021年12月、自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決しました。これを受けて、防衛省は、地元の理解が得やすいと判断し、翌年から現地調査を進め、移動警戒隊の配備に適していると判断を下したのです。ここ数年、大東諸島がある西太平洋は、大型正規空母の襲撃による沿岸海軍、地域海軍から外洋海軍への変身を果たした中国海軍の進出頻度が上がり、2016年には空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機の離れ発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるのです。中国はこれまで東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する防衛線である第一列島線、沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶラインの外側で、グアムや横須賀基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍を迎え撃つ方針だったと思われていました。しかし、外洋海軍としての戦力が整いつつあるため、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換したという意味ではないかとの見方が出ているのです。もし、西太平洋でアメリカ海軍と中国海軍が衝突した場合、自衛隊にはこの海域での早期警戒用レーダー施設などがないので、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされ、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたということです。沖縄県では、在日アメリカ軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているグループが、アメリカ軍だけでなく、国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているという見方をする人も多いのです。日本政府は、これまで、防衛を在日アメリカ軍に頼っていたものを、自衛隊体制の強化により、自力での防衛を目指す方針を立てました。そして、中国の軍事的台頭を理由に、2010年、平成22年の防衛計画大綱で、同諸島への部隊配備増強計画を明記し、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして、宮古島や石垣島、鹿児島県の奄美大島などへ、ミサイル部隊などの進編、移駐を進めてきたのです。こういった動きに対して、基地反対派は、島が武装すれば敵に攻撃されるという理論を掲げ、アメリカ軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くと主張しています。個人的感想ですが、これは納得できる主張と感じます。しかし、中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく、中国は欲しいものは力ずくで取る国家だから、ネット上などでは、沖縄に基地がなければ、確かに、沖縄県人の血が流されることはないだろうが、南西諸島は、中国に占領され編入されるだろうと批判する声も多いとか。北大東村の鬼塚村長は、誘致意見書を提出した当時の副村長で、
誘致推進派だった前村長の路線を引き継ぐ形で就任した人物です。政府は、地元の理解を得るには問題ないと安心しているようですが、沖縄県内の基地反対派がどう動くのか、そき回りして心配している向きも多いようですね。近年、海保巡視船の建造が進められています。巡視船暁もすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして、南西諸島の監視活動が実施されています。これらの海域では、より多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされています。相手は、言うまでもなく中国海警局ですが、暁の攻防について見ていきたいと思います。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦暁が就役しました。そして、度重なる中国公船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海所保安本部に配属されたのです。この第10管区海所保安本部は、鹿児島港が母港で、レ、イメイとともに暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われます。重要な役割を果たす黎明型巡視船の初舷は、排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇ります。規模だけで言えば、海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようですね。言うまでもなく、海保の艦艇は戦艦ではないので、海自護衛艦で並走されているような追艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できません。あくまでも、警察力の範疇の艦艇なので、必要最低限の70口径 40mm のボフォース射程単装機銃2機と 20M バルカン砲を2機ずつ実装しているだけです。他には、殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置が装備されていますし、両舷には、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されているくらいです。海保の黎明型は、前級である、秋津島や前々級の敷島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船ですが、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型と見られますが、計画年度が6年も離れているので、全体的に改良が加えられています。例えば後部マストですが、秋津島は前部マストと同じラティス構造だったのに対し、レ、イメイは、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されています。居住区画は、乗組員への防音措置に配慮して、配置や性不在の活用などによってストレス軽減を図った作りになっているそうです。また、海上治安の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているので、南西諸島での海賊対応などにも有効とされています。ちなみに、海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル。全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と資料には記述されているようです。この初舷を規模艦だけで比べたらマヤ型護衛艦より、レ、イメイや暁が、やや小さく感じられますが、建造費を比べると、
一石1700億円もの差で、暁の約6倍近くもかかるのです。つまり、イージス艦が高額すぎて、金のレベルは桁違いということになりましょうか。海自護衛艦は、万が一の場合は敵国軍隊と戦うので、水上の戦闘艦として、巡視船よりも設計、構造的にも高額なのは仕方のないことと言えますが、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているのです。マヤ型には、SH-60 キロ哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は、他の大型巡視船と同様、完備に、大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われます。このスーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社が、2000年、平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約280キロ、です。日本国内では、海保以外でも採用されている優秀な機体と言えましょう。暁に搭載されるヘリの愛称は、一般公募の中から青鷲と決定しました。南九州の青い海と、海保のイメージカラーのブルー、鳥の王者として君臨する鷲を組み合わせ、力強く、南九州の海を守ってほしいという願いを込めた、命名されたとされているようです。陸上自衛隊でも、実際に、3機のスーパーピューマ225を調達、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されていましたが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようです。陸自に納入されている機体は数箇所回収されています。具体的には、操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため、排気口の排熱を抑え、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているのです。陸自と同様、東京消防庁も3機配備していますが、救難、救助、救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しています。こういった状況下、海保は、日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に、各陸上拠点でも運用を行っています。暁艦載機の青鷲が、今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているようです。これらは中国海警局組織に所属する艦艇で中国政府の意向を示すものなので小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となります。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織でしたが2017年以降、武装警察に連なる組織へと改編されたため、軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではありません。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれませんが、2021年2月から海峡法が改正されたため、警戒すべき事態になっているのは確かなのです。これによって、中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが改正以前と比べて緩和されてしまったので、同局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけです。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか、非常に興味のあるところです。中国側とすれば、尖閣諸島は、日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いので、日本が固有の領土だと考えていることとは、全く相入れない主張を繰り返しているのです。しかも、尖閣諸島の周辺海域で、日本の漁船の操業を妨害されないように、海保の艦艇は、侵入してくる中国公船から防護している状態なのに、
海保側からの武力行使は一切できないのです。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば、容易に武力衝突が発生するとして、海自艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ていますが、それをなだめる論説として、中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が主流であるというのも確かな事実なのです。誰だって戦争は避けたいはずですよね。仮に海自艦艇を投入しても、中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れません。となると、政治主導での判断が求められることは回避できそうにはありませんから、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれません。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば、自衛隊隊員のように、海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願います。加えて、漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものですね。